どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました、ひっそりと。今回は漫画の回でございます。僕が読んだ漫画を、ただ喋るといった感じですが、今回はゲスト、あっちゃんがいますので、はい、あっちゃんと二人で喋ろうかなと思います。はい、よろしくお願いします。今回はプラチナエンドですね。はい、タックですよ。大松組さんと、大畑さん。たけしさん。はい。ずっと剣だと思ってた。あ、そうですか。そう思ってる方、俺間違ってない。申し訳ございません。のっけから間違えましたけども、プラチナエンド、そう、デスノートのね、あの二人でございます、はい。黄金、ゴールデンコピーですね。そうですよ。全14巻なんですけれども、はい、あっちゃん、最近、読み終わったと。そうですね。ちょっと前に、虹色ライダーさんが読み終わったってなんか言って、ちょっと前言っても、すごい。結構前ですけど。で、僕がずっと家で溜まってて、うん、で、あれでした。やっと読み終わったのが、ほんとつい最近ですね。おはい。ちょっとだけ関係ないっていうか、ちょっとネタ言ってもいいですか。はい。僕、家に12冊、プラチナエンドあって。ああ、はい。で、全14巻なんですけど、14巻。12冊あって、残り2冊買ってなかったんですけど、はい、最終巻だと思ってて、そこでずっと置いてあったから。ああ、なるほど、なるほど。で、12巻読んで、なんか表紙もなんかちょっとチャラいお姉ちゃんで、12巻で。最終巻っぽくねえなと思って読んで、あと数ページぐらいになって、決着つくのかと思ったら、普通に待て時間って書いてあって、これ普通に2冊買ってねえんだと思って、慌てて買って、アマゾンで買って読んだっていう。そうだったんですね。そんなことがあったんですね。はい、12巻だと。どうでもいいのとごめんなさい。ごめん、どうでもいいネタで切ってもらって。ああ、いやいや、全然大丈夫です。12巻はデスノートでしたね。そうなんですよ。だから、一緒なんだとか、勝手に感動してたんですよ。なんか全然違ったっていう。普通に14巻だったっていう。14巻あったんです。14巻アマゾンから届いた、これは最終巻の表紙だわって思いました、ね。ああ、なるほど。最後はやっぱね、こう最後っぽい表紙っていうのはやっぱありますからね。うん、なんでこのお姉ちゃんなのみたいな。このお姉ちゃんもしかして神になるのとかすごい思って、もう一人でもぐるぐる考えて、全然違ったっていう。勝手に一人でドツボの罠にはまるっていう。なるほど、なるほど。どうでもいい遊びをしてました。そんなことがあったんですね。何だったのか、あれは。そこでもドラマが。僕しか怒ってないと思って、ね、いやー、そのプラチナエンド、そのデスノートと言ってますけども、はい、とは全然違うというか、まあ、全然違ってたらまたあれか。うん、バックマンよりはデスノートっぽいですね。まあそうですね。バックマンも同じタッグだから。はい。まあ言うならば、なんか、こう、表裏一体なのかなっていうぐらいな感じがします。うんうんすね、デスノートは死神がメイン。はい、今回はその天使ですよね。天使ですね。はい、うん。ちょっと考える系の小難しい感じのお話なのかなと、うん、生と死とかそういうやつ、そうですね、神とはとか幸せとはのテーマだから、ちょっとデスノートと思う、そうですね、表裏かもしれないですね。いやーでも すごいなと思います。まずこのお話を作るっていう、うん、そこはやっぱ大場組さん、原作の大場組さん、いやそうですね、いやすっげえ考えるんだなこの人っていう、まあ、ガモさんなんでしょうけどねそうですね、ガモさんなんでしょうけど、ラッキーマンなんですけども、本当に、まあ、本当すごいですね、やっぱり絵の人っていうかストーリーの人なんですね。そうですね、うん、面白いルールをこう、まあそうです、毎回ルール、ただルールあれじゃなかったです、なんかデスノートより分かりやすかったですよね。ああ、確かに。うん、っていうか、細かいルールがデスノートすごく多かったので、うんうんうん、まあもう全部覚えないで、もちろんもうめんどくさいから読んじゃいますけど、うんうんうん、まあそれよりもっと明快なのは多分一応反省点あったのかなと思って見てたんですけど、ああ、なるほど、ちょっと煩雑だったから、デスノートは、ちょっとわかりやすくしたのかな。例えば33日有効とかはありましたけど、はい、赤の矢は33日とかはあったけど、まあまあ、うんうんうん、デスノートほどめっちゃ細かくないんで、そうですね、うん。分かりやすさも考えたのかなと思ったんですけど、でもよく考えられてましたよね、やっぱり。そうですね。うん、で、まあなんか何人かがこう天使にこう選ばれてというか、うんうんうん、まあそういう、特殊能力というか、翼と矢をもらうみたいな、ね、はい、あって、結局その天使の子たちのルールというか、その、12人かな。うんうん、13ですね。13か。13、はい。13人いて、まあその中から神となる候補を999日の期限以内に選ぶっていう一応ルールがあって、まあそこから。現神が死んじゃいそうだから次の候補を決めるみたいな感じですよね。そういう感じで、まあ一応人間がこう選ばれるみたいな。うん、で人口が一番日本世界で密集している東京からなんですよ、確か。東京から13人抽出なんですよ。うんうん、まあ、そこはまあ日本の漫画だからというのはあるけども、まあ一応理由としては、世界で一番人口が密集している東京、かつ、なんか現世に不満があってというか、まあちょっと死にたいと思ってる人が、世界を変えてくれるだろうから、その死にたいと思ってる人から選ぶみたいな感じでしたね、確かに。なる、そうですね。はい、13人。そうそうそう。で、まあ主人公もね、高校生、ね。そうですね。はい。架橋未来君ですね。うんうんうん、はい、すぐ出てきますね。やっぱ最近。読んだばっかりじゃない。読んだばっかりじゃない。で、その、好きな子も選ばれてるんですよね。その主人公。名前忘れたっていう。ああ、忘れちゃった。もう、さきちゃん、さきちゃん。
さきちゃん。あ、さきちゃん。はい。さきちゃんって言ってた気がする。うんですね、やっぱ死にたいような子というかですね。いや、そうですね。うん、だから、まあそこからこう、いろいろ考え方も変わって、どうするかっていう、うん、そうですね。ちょっと、仲間になったりとか、ちょっと期待したりとか、うん、まあそういうやりとりもあって。そうですね。で、まあその、お互いの考え方もあって、うん、こうするから、あ、こうしたいからこうするとかってなんかいろいろあったんですけど、僕も結構もう忘れてるんで。自分のやっぱ主義とかがあるから、うん、まあそれでなんか。ぶつかったりとか。まず殺しがありかなしかみたいなのもあるし、うん、とか、そういうとこですよね。ありますよね、うん。で、やっぱり僕はちょっとそのデスノートがすごく、うん、まあ大好きだったっていうのもあるし。デスノートかなり好きだったんですね。かなり好きでした。うん、やっぱそこと比べちゃうんですよね。人間の良くないところですよ。比べちゃう。いや、その、虹色ライダーさん結構今プラチナインドも素晴らしいとは言っていたけど、ただそこまで響いてないというのもちょっと後で聞いてたから、はいはい、今の、やっぱデスノートと比べるとって。比べるとですね。そういうことなんですね。わ、はい、かりました。ちょっと落ちちゃうかなという感じなんですね。はい、そうかそうか。でも、まあお話的にはすごいなと思いましたよ。僕はまあ割と一緒ぐらいか、まあそこまで落ちてはいないとか、うん、まあむしろちょっと上かもしれないぐらいの、まあホットだからかもしれないですけど、うんうん、はい。いや本当でも、絵はお上手で、まあ毎回、おばたさんの、ね、改めて言うのもあれですけど。まあ、まあ、押しも押されぬ一人なんで、ね、人の一人なんで。すごいなと、綺麗で見やすいなとは思いますね。まあ、なんなら前よりやっぱ、まあ、CG とかコンピューター導入してるのかなって思うとこはあるけど、うん、なんか綺麗というか表現がすごい増してるようなとこも、何箇所か見受けられたんで、やっぱすごいなとは思って。絵とちょっと違いますけど、コミックス、電子だと分かんないんですけど、コミックスだと想定も綺麗なんですよね、プラチナエンド。結構。なんすか。カバーとか、表紙開いたところの裏の色とかも毎巻違うんですけど、多分そういうデザイン性も結構多分、ちゃんとされてて、なんか人気コミック特有のというか、デザインもちゃんとされてるので、すごくなんかそこも楽しんでましたけど、個人的には。なんか、まあ、本ならではの良さみたいな話になっちゃうんだけども。はい。いいですね。凝ってました、そう。いや、プラチナエンド。うん、いや、いきなり、その、神とかって、もし、なれるとかってなったら、なりたいですか？いや、なりたくはないですね。僕もなりたくないですね。主人公たちって確かあれじゃなかったです。割となんか、平穏な普通の暮らしを望む派でしたよね。うん、はい。まあ、結局そっちですね。そうですよね。結局そっちですね。そうですよね。うん。なんか、いや、直した方がいいんじゃないって思う世の中の部分はあるけども、うん、あ、まあ言っちゃえば僕らもあれですからね、そこそこもういい年なんで、うん、これが僕らが10代か20代なら世直しって考えたかもしれないですね。やっぱり。まあ彼ら主人公たち10代なのに、そのなんか随分あの枯れたというか、なんかその落ち着いた発想したなとは思うけど。ああ、確かに確かに。僕ら世代で考えてやっぱ家庭もあって、この状況だと平穏にあって暮らしたいなって思うけど。うん、うん。まあでも彼ら10代だったんだよな。まあいいけど。すごいですよね。そうですね。まあ、でも彼らと違うのは僕らは死にたいと思ってないっていうところですね。絶対誘い来ないと思います。うん、僕特に絶対。全然来ないですね。絶対来ないと思います。全く思ったことないんで。僕もないですね。死にたいはないな、一度も。多分上の方で言ってますよ。まあ、神信じてないけど。お前ら自分らがなったらとか言ってるけど、絶対選ばねえかなって。絶対お前ら選ばれねえかなって。突っ込まれてますから。上から言われ神から。はい。突っ込まれてると思いますよ、多分。お前らはないからって。そっか。まあでもそうですね。結構あれでしたね。後半で出てきたノーベル賞のすごい頭いい人。ああ、はい。はい。あんま名前忘れちゃった。読んだばっかりだと。出てこないですね、はい。顔はすごい浮かぶんだけど、メガネのツンツンヘアの。その人は、あれですよね。もうなんか、かなり先まで物理とか含めて見通せちゃう頭を持っているから、はい、なんかその神のシステムとかもなんか下手したら、解析しちゃって、なんか人類もそこにたどり着くだろうとかいうのも全部考えた上で、なんかこう変えようとしてましたよね、やっぱり。変えるために自分神に、あ、神になるじゃないんだよな、まあ、ネタ、まあ、バレちゃっていいだろうから言えば、はい、全部いっぺんに神候補自分含めて殺そうとしてましたもんね。うん、で、なんかそのシステム自体を破壊するって言ったら変だけど、なんかみたいな考え方でしたもんね。そうですね。そうだ、だから自分が神になって変えるわけじゃないんだ、あの人は、はい、っていうような人もいたりとかですもんね。だから、うん、だからそのいろんなその考え方も細かい設定というか、うん、よく思いつくなっていう。まあ、そうですね。そこが。で、まあ、やっぱ普段からこう難しいことを考える、まあ、僕らのような仲間のようなタイプだと思うんですけど、ね、まあ、ただ、あそこまでの作品に落とし込めるかってやったら、僕らやっぱそういう力はないので。ないですね。そこはやっぱりこう、才能というか、ね。素晴らしいですよ。いや、ね、そういう点では僕すごい、虹色ライダーさんこれ好きだろうなって思って、で、行ったところに、なんか、そこまでじゃなかったって来たから、あれと思って、そうなんだと思って、すげえ好きそうなのになと思って、まあ僕は好きだったんで、ただまあデスノートが超えてるんですね。そうですね。まあそこです。なるほど、なるほど。デスノートってでも、僕も好きだったけど、逆にそこまでなんか、
七面倒くさいことなんか言ってましたっけ？ある程度あったけど、ありました？なんかプラチナインドの方が哲学要素強、まあ、哲学要素そうですよ、ね、高めでしたね。そうですよね、はい。まあ、だから僕好きなんですけど、はい、デスノートもあったけど、そこまで多くなかったような気がしてたんですよね。なんか、うんうん、まあ、あれすごい良かったんですけど、番外編の一冊で終わるやつですね。あれものすごい良かったですね。確かに。はい、彼は矢上ライトよりだいぶ、ミノルとかいうやつだったかな、なんか。あれはまあまあ、デスノートの話になっちゃってますけど、まあまあ、まあいいや。まあ、僕はなんか哲学的要素が多かったので、プラチナエンドはかなり、なるほど。うん、楽しかったですね。そうですよ、はい。プラチナエンド、おすすめでございます。そうですね。強引にまとめました、ね。まとめました。まあいいですね、読んでない方、ぜひ。そうですね。読んでみてください。はい。ああ、デスノートだけは知ってるみたいな人がいるかもしれないんでね、うん、まあそれと比べてもいいし、まあそれとはまた別作品として、そういう視点で見てくれてもいいかなと思いますので、まあ、アニメもありますんで。あ、そっか、プラチナエンドありますあります あ、 ありますか、はい、ありますね。まあアニメだとね、そこ見やすい、はい、そこから入ってもいいでしょうし、うんうんうん、ただもやっぱあのコミックスで見る価値が小畑武さんの絵には絵ですね、はい、いや素晴らしいですよ。本当に綺麗なんで、全然コミックスで見る価値が本当にあるので、うん、本の装丁も綺麗なので、そうですね、本の方を、まあ、できればお勧めしたいという感じでございます。そうですね、はい、そういった感じで、今回はプラチナエンドをあっちゃんと二人で喋ってみました、はい、聞いてくれてありがとうございます。虹色音声終わりたいと思います。さよなら。さよなら。